ゾテロは学術論文の管理を目的としたオープンソースの引用管理ソフトウェアである。ジョージ・メイソン大学が開発している。ゾテロの名称はアルバニア語の極める、使いこなすという意味の動詞に由来する。基本利用は無料だがデータ同期用のオンラインストレージの容量を増やすための有料サービスが用意されている。初期はウェブブラウザモジラ。 ファイアーフォックスの拡張機能として、ファイアーフォックスのウィンドウ内で動作していたが、ゾテロ3.0からは単独で動作する、スタンドアローン版も登場。スタンドアローン版では、ブラウザとの情報のやり取りは、ゾテロコネクターと呼ばれる拡張機能でなされるようになった。ゾテロ5.0からは、ファイアーフォックスの拡張機能としてのバージョンが廃止され、スタンドアローン版に一本化された。 ゾテロバージョンヒストリー。ゾテロドキュメンテーション。2021年1月21日。閲覧。マーク・ジンゲマンセ。ザ・エティモロジー・オブ・ゾテロ。ザ・イディオ・フォーン。2008年12月1日。閲覧。AB ・ダン・スティルマン。ゾテロ5.0。ゾテロブログ。2017年7月18日。閲覧。AB ・1.0チェインジェラグ。 ゾテロドキュメンテーション2017年7月18日閲覧 AB2.0 チェインジェラグゾテロドキュメンテーション2017年7月18日閲覧2.1チェインジェラグゾテロドキュメンテーション2017年7月18日閲覧 AB3.0 チェインジェラグゾテロドキュメンテーション2017年7月18日閲覧 シーン、メジャーアップグレーズアンダーウェイ。ゾテロ、2017年2月13日閲覧。AB、4.0チェインジェラグ。ゾテロドキュメンテーション、2017年2月13日、閲覧。ダンスティルマン、ゾテロ5.0ベータ。ゾテロフォレムズ、2017年2月13日閲覧。5.0チェインジェラグ。 ゾテロドキュメンテーション2017年7月18日閲覧ありがとうございます。